皆さんこんにちは。アクセススタッフブランドコンシェルジュのあゆみです。もう今年も残すところあとちょっと。12月といえば何ですか？そう、ボーナス。頑張った自分へのご褒美って必要ですよね。今回はアクセスでも大人気、大人女性から圧倒的な支持を受けるロエベの新作をご紹介します。今年創立175周年を記念してリニューアルされたアマソナなど、ブランドコンシェルジュがこれだけは知ってほしいというアイテムを厳選してきました。早速アマソナからです。45年以上にわたって愛され続けるロエベのアイコン的バッグですよね。アマソナ19ナイティンスクエアとアマソナ28トゥエンティエイトバッグです。正方形と長方形なんですよね。それぞれ幅の長さを指しています。新作ではこの2つの型を展開していて、今回はナパカーフレザーをピックアップしました。ちなみに皆さん、アマソナの名前の意味はご存知ですか？ギリシャ神話に登場する勇敢な女性たちの名前に由来するんです。バッグが誕生した1975年を語るかのように、女性の社会参加を象徴したバッグなんです。ブランドアイテムの誕生にはバックグラウンドもあるんですよね。ナパカーフはレザーの職人技を誇るロエベを代表する素材ですよね。しなやかで丈夫、そして軽やかな姿に刷新されたんです。マチもしっかりあるので収納力もありますよね。レザーなのでフォーマルなシーンにも持っていけます。フロントにはロエベのアナグラムが刻印されたパドロック。これってデザイン面のアクセントになるだけじゃなくて、必要に応じて実際に鍵をかけたり、使わなければバッグ内のミニポケットにしまうことができるんです。ストラップをつければ肩掛けコーデも楽しめます。タイムレスなデザインは残しつつ、より使いやすくアップデートされたアマソナでお出かけも気分が上がりますね。続いては小物、ロエベの大人気ソフトグレインシリーズからご紹介します。今回は今トレンドのカラーをセレクトしました。バーティカルスモールウォレットとコインカードホルダーです。ヴィンテージカーキとライムイエローのコントラストカラーです。ちなみに雑誌でも今年の秋冬のトレンドカラーはグリーンとイエローと言われていますよね。私、こういったロエベらしいアースカラーが大好きなんです。こちらのバーティカルウォレットですが、パチッとライムイエローのタブで留めるタイプです。開くと中は表面と色味が異なるカーフスキン、柔らかなレザーで使い心地がとてもいいんです。確かにスリムなフォルムですが、開けるとカードスロットは8つもあるので収納力もあります。そしてこちらはコインカードホルダーです。こちらフラグメントケースとして使えますね。フロントポケットのライムイエローが大胆ですよね。バッグから取り出すたびにキャッチーです。ロエベのアナグラムがエンボス加工されています。アートのようで美しいですよね。コインパースはマチがあるのでコインなど入れやすくなっています。こちらカラーバリエーションがあります。ピンクも可愛らしいですよね。カラー変わりますが、コンパクトジップウォレットという2つ折りの財布もあります。こちらはマチを取ってあるのでコインが確認しやすいですよね。上質なソフトグレインレザーを使用したこのシリーズは、滑らかな手触りとしっとりとした表情が特徴です。質のいいレザーアイテムを長く使用したい方におすすめなシリーズです。いやー、ロエベならではのまさにクラフトマンシップを感じる名品でしたね。ご褒美に持ったら来年のやる気や自信にもつながりそうですね。今日は私も大好きなロエベの新作をご紹介しました。この動画が面白ければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。